はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。最近流行ってるキネティックサンドって知ってますか？まあ砂なんですけれど、ギュッと握るとそんな形になって、離すとふわーっとこう崩れる、そんなような砂です。この説明で分かんない方はキネティックサンドってちょっとネットかなんかで検索すると出てくると思います。そのキネティックサンドみたいな不思議な粘土を見つけたんですよ。じゃじゃん、ミラクルメルティング。こういう部品が入ってて雪だるまを作るわけですよ。で、時間が経つとこういう風にね、ぺしゃんこになっちゃうっていうね。じゃあ開けてみましょうか。おお、いっぱい部品が入ってます。で、これが粘土。おお、なんだこれ。なんか変な感覚、なんていうのかな。こう持って離すと、ほら、みるみるうちにね、形がこう変わっていきますね。結構硬いんですけどね、質感はね。すげえ伸びる、なんだこれ。あら、今気づいたけどめっちゃ伸びる。あ、ほら、伸びるんですよ、なんかあれ切れないんだけど、ちょっと、ちょっとね、今丸めてみますよ。丸めて作っていきます。今丸めてる。お、すごい丸くなった。お、もう一個も丸くなった。じゃあね、この蓋の上に作りましょう。これグーってね、置いて、さらにこの上にこう、これを作る。これネクタイね、こうかな。鼻を刺すと、鼻この辺かな。じゃあ、あとは目をね、この辺にこうつけてと。ちょっと頭へこっちゃって、ごめんね。で、これ手をね、はい、帽子があったんだ、帽子、ごめんね。はい、できた。見てください、めちゃめちゃなんかね、可愛くできました。よし、次キングオブロック作ってみよう。ちょっと工作のセンスがないようでいまいちだな。これ手だね。で、あとはこうだね、王冠のベルト。ちょっと違うけど、まあいいか。キングオブロックだ。だいぶデコの広いあれだね、リーゼントだね。てか後ろおかしいから。はい、約30分ぐらい置いたんですけれど、雪だるまはね、かなり崩れましたね。ただキングオブロックはね、なかなか手強いね。はい、ということでミラクルメルティング、いかがだったでしょうか。まあどんどん崩れていく感じがすごく面白いですね。ちょっと初めてというか、特殊な感覚でした。気になった方はぜひ買ってみてください。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。 ちなみにですね、一晩経ったらめちゃめちゃ潰れましたね。こういくとね、すごいわかるんですけど、かなり薄っぺらくなりました。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォン、その他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。